はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、長内でございます。大学教員のための就活指導支援講座、ということなんですが、この講座の趣旨につきましては、初回の動画、カグルについてお話しした、動画の、冒頭をご覧ください。 YouTube で公開中のプレビュー版での冒頭にも収録されています。このシリーズの、動画の、リンク一覧はこの動画の概要欄、からアクセス可能です。さて、本日は、育休にも能力の適正評価、男性の育児と仕事との、両立を妨げるパタニティハラスメントの防止にも能力の適正評価が必要とのことですという長いテーマでお話しさせていただきます。お話は、短めに、させていただきます。改正育児介護休業法というのがですね、国会で成立して、いわゆる男性版育休にあたるそうなんですが、こちらが2022年度から、創設されることになりました。ただですね、本当に習得しやすくなるには職場の上司や同僚の意識改革も欠かせないわけです。で、男性の、育休という形ですけれども。